どうも阪神タイガース応援チャンネルの主健太もと申します。よろししくお願い,いたしますというわけで8月1日、阪神 vs 中日戦たった今、終了いたしました。結果は。阪神勝ちましたもうね、えー、阪神の勝ちは接戦しかないのかと。うん、たまにはね、<laughs> 勝ちきってほしい、普通に。うん いや、怖い。毎度毎度怖いでんがなと。ただね、えっと、藤浪投手が先発投手というところで、まあ、後でしっかり言いますけど、よう勝てたなという試合でしたね。勝負うん。まあまあ、とりあえずね、勝ち切ったことはいいんじゃないでしょうかって、相性のね、ちょっとよろしくない中日さんとね、今日やって、えー、6勝目か。 なんとかかんとか、まあ、タイぐらいまでは持ち込めてるという状況なので、えー、ぜひとも次も勝っていただきたいなと思っております。というわけで、阪神が3対2で勝利しましたね、こちらですね、阪神 VS 中日戦、17回戦3対2で阪神勝利やってことで、えー、早速、スタメンオーダーから発表していきましょう、こちらですね、枠で囲われた選手が出場した選手です。 1>, 1番センター、近本選手2番セカンド、糸原選手3番ライト、糸井選手4番サード、大山選手5番レフト、ソラーテ選手6番ファースト、マルテ選手7番キャッチャー、梅野選手8番ショート、北条選手9番ピッチャー、藤波選手ですねはい、えー、そして中日のスタメンオーダーがこちらですね同じく枠で囲われた選手が出場した選手ですねはい中日のスタメンオーダーこんな感じになっております、はい というわけで、えー、阪神の打撃陣から見ていきましょう。近本選手、3打数2安打ですね。センターヒット、三振センターへのヒット、えー、セーフティーバント、まあ送りバント1つって感じですね。えー、っと、まあ、状態上げてるんじゃないかなというふうに僕は感じておりますが、えー、4打席目のセーフティーバント、これは送りバント指示だったんですかね。申し訳ないんですけど、今日も映像が見れてないんで、あのちゃんとはわからないんですけど、ただね、 え最後の打席ね。えー、まあ、なんだ。 まあ、北条選手、アウトで高山選手がデッドボールで出塁,出塁と、うん、そしてね、ね、まあ、今日2安打打ってる近本選手、まあ、もちろん、ねあのーえー、とワンアウト1塁だとね難しい部分もあるのかなっていう,ふうには思うんですけどただ2安打打ってる近本選手に、まあ、素直に送りバントさせるっていうのもどうなのかなっていう,ふうに見ててあれは自分も生きようとしたセーフティーバントだったのかなっていう,ふうに捉えてはいるんですけどどうだったのかっていう、まあ、よかったらコメントで教えてください。 はいえー、まあ全体的には近本選手上がってきてるんじゃないかなと思っております。はいえー、と糸原選手、4打数無安打ですね。セカンドへの併殺だ。ファーストゴロ、ショートゴロ、ライトフライって感じですね。うん、あのね、まあ、別に全体的に悪いとは思わないんですけど、まあ、何より僕が残念だなと思ったのは1打席目ですね。セカンドへの併殺だと。うんえーとねまあ、藤選手が、まあ ファー,ーファーボール、ファーボール、ファーボール、初回の時点で3ファーボール出して、まあ、怖い立ち上がりでしたよっていうところでね、まあ、なんだかんだ無失点で抑えて、で、近本選手が早速、先頭打者でヒットと、まあ、この場面だったらね、まあ、しかもここがソラーテ選手じゃないというところを考えると、やっぱり糸原選手に、まあ、ね、結果論なんで、しかも初回ですしね、そういう攻撃も全然あっていいと思うんですけど、まあ、ソラーテ選手じゃないというところを生かして、送りバントで、まあ、ね、 1ワンアウト2塁っていう状況を作ってもよかったんじゃないかなというふうに個人的には思ってますけどまあまあいいんじゃないでしょうかと思っております次回期待しますはいえー、っと糸井選手4打数3安打1盗塁ですねもうすごいわうん打率もね3割レ0ブ9厘といや素晴らしいはいえー、セカンドゴロセンターへのヒットセンターへのヒットセンターへのヒットって感じですねうんいやー本当にすごいわうん いやーねそれしか言えへんっていう本当に素晴らしいと思いますまあねもうちょっと長打を打ってほしいとかうんたらかんたら言いたいところはあると,あるところではあるんですけどただねそれでもやっぱりヒットを打ち続けてくれてるっていうのは3番打者として本当に素晴らしいと思いますし糸井選手本当に素晴らしいと思うので次回もよろししくお願いいますはいえー、大山選手4打数1安打ですね えー、キャッチャーへのファールフライセカンドフライライトへのヒットショートゴロって感じですねうんまあライトへのヒット打って、まあ、実際ね、えーまあ、得点にはつながったんですけど、まあ、大山選手どうなのかなって感じですね、うん、右打ちというかなんというかとうんまあセカンドフライも、まあ、詰まってるんでしょうねおそらく詰まってでって感じであのー、どこだったかな、まあいっ にかまあでも、それでもね、いいスイングはしてると思うんですよ。うん、大山選手の理想のスイングのままで振り切ればヒットに、ヒットゾーンに飛ぶって感じなんですけど、やっぱり詰まらされたりとかっていうのはね、あるんで、えー、本当に次回に期待したいですね。よろしくお願いします。はい、えー、ソラーテ選手、2打数無安打です。三振、フォアボール、ショートへの併殺だ、えー、フォアボールですね。うん、うん、うん、うん。なんとも言えんな。<laughs> なんとも言えんわな、こんなの。 まあ、フォアボールを2つ選んでて、まあ、選球眼もそこそこ、まあ、悪くはないという選手。ただね、えー、っとね、糸井選手ヒット、大山選手の連続ヒットで、えー、ソラーテ選手の併殺だ。まあ、結果的には、えー、マルテ選手がタイムリー打ってくれて、1点は取れたんですけど、まあ、ここがね、 まあ非常に残念だったなというしかないですね。うん。まあそれはね、誰でもそうだとは思うんですけどね。まあ福留選手がここにいたとしても同じ結果になってたかもしれないんで、えー、まあフォアボール2つ選んでくれたってところはいいんじゃないでしょうかと思って、次回に期待します。はい。えー、マルテ選手4打数2安打1打点です。 えー、レフトへのツーベースヒット、セカンドフライ、センターへのタイムリーヒット三振ですね。うん、あのね、えー、ソラーテ選手が入ってきたからなのかは、ちょっとわからないところではあるんですけど、あの、ソラーテ選手入ってきてからね、あのー、まあ、1試合に1本ずつぐらいヒットを打ってるって感じですよね。うん、しかもいいところで打ってる感じがする、特にね。まあ、それこそ巨人戦、沢村選手から打ったホームラン、あれは素晴らしかったですし、うん、あのー、最後の最後で絶対に諦めないぞっていうヒットもあったりとかあって。 まあ、いろんなことが、ね、プラスに働いている気がしてマルト選手は本当にいい具合に仕上がってるんじゃないでしょうかと。 実際打率もね、まあ、規定打数乗ってないとは思うんですけど、2割並ぶ7分7厘と、うん、あのー、全然いいんじゃないでしょうかって。スタートダッシュはね、ちょっと若干遅れてしまっただけに、なんだ規定打数乗ってないんですけど、乗ってないと思うんですけど、ただね、えー、それにしても本当に素晴らしい打者にね、成長というべきなのか、えー、まあ、予想してた通りの成績を残してくれるって感じなんでね、本当に素晴らしいと思います。次回も期待します。はい。えー、梅野選手、4打数1安打1打点です。うん。 えー、三振、三振、ショートゴロ、センターへのタイムリーヒットって感じですね。うん。まあ三振ね、粘ったりとかして、えー、まあ三振になってしまったんですけど、何よりね、あのー、僕が嬉しかったのは4打席目のタイムリーヒットですね。もちろんタイムリーヒットっていうところで嬉しい部分ではあるんですけど、それよりも、あのー、低めのスライダーを打てたことですね。 <laughs> まあ当たり前というのは変な話ですけどただね、まあ、ちょっとゾーン的には高かったのかなっていう風には思うんですけどただねあの低めのスライダーをねとことん空振りしまくってる梅野選手がね、まあ、ワンバウンドついてようが、えー、空振りしてる梅野選手が低めのスライダーを捉えてタイムリーヒットとそれはね嬉しかったなという風に思っておりますはいえー、っと北条選手4打数1安打1打点1本塁打ですね えーま、セカンドフライ、レフトへの本塁打、えーえー、ファーストへのファールフライ、サードゴロって感じですね、うん、いやー、危なかったね、うん、藤波選手がね、えーま、犠牲フライで、ま、自分で出したフォアボールとか、ねあのーま、ヒットを2出されてとかね、あのー、犠牲フライで1点失ってしまうんですけど、ま、その後ねすぐに取り返してくれると、北条選手、素晴らしかったと思います。 ね、あの割とね、ショートに空手選手、まあ、もしくはセカンドに空手選手入って、えーあの、ショートに糸原選手っていう感じになるのかなっていう感じのところでね、空手選手をレフトに置いて、ショート誰になるかと、まあ、もちろん、その今日が左投手だったからっていう部分もあるかもしれないんですけど、えー、そこでね、しっかり結果を残してくれたっていうのは、次回にもつながると思うんで、えー、本当に期待したいと思います。 え藤波選手、1打数無安打ですね。三振ですね。やっぱり振りはいいね。うん、びっくりした。やっぱりあのスイングね、確かに3球目か2球目のスイングがやばかった。当たったら、また満塁ホームランみたいな打球が飛んでいったんじゃないかなと思ってます。はい、えー、投球内容は後でまた言いますね。はい、えー、そして、えー、上田選手、守備交代ですね。えー、っと、上松選手、1打数無安打です。三振ですね。はい 高山選手がデッドボール1つですねはい打撃陣これで終了です投手陣見ていきましょうえー、っと藤浪選手守谷選手島本選手ジョンソン選手岩崎選手藤川選手ですね、えー、藤浪選手4回と3分の1を投げて102球4安打3三振6フォアボール2デッドボール1失点と、うん、まあいっちゃん最初に言った通りようこれで勝ったなという感じの成績なんですけどうん しかもね、フォアボールがね、まあ、仮にね、6回投げたとしましょう。うん。仮に6回投げたとして、その、毎回毎回1フォアボールとかなら、まあまあ、こういう成績でもおかしくないなと。 ただね、このフォアボールって割と1回に3つ出したりとか、1回に2つ出したりとかって、まあ、しかもデッドボールもあるんで、それがね、重なってるんで、ちょっとそこを考えたらよかったなという印象なんですけど、まあ、玉数も1 2球と、だいぶね、初回の時点で30球近く投げてて、あの、やっぱり5回持たない、まあ、持たないっていうか、まあ、スタミナお化けなんで、あの、120球、130球投げても全然問題ないとは思うんですけどね、球位的には。まあ、ただ4回、まあ、5回のピッチング見てて若干スピードは落ちたかなというふうに思う。 でね、うんまあボール自体は悪くないんですけどまあ半身 B 機で僕が見ても悪いなあという感じですねボールはともかく、うん、ストレートのキレはやっぱりすごいなとは思うんですけどただ何よりストライクがが取れるボールがないいっていうストレートでもストライク取れへんしカットボールスライダーでもあの変 ストライク取れへんし、まあフォークも全然取れへんしって、やっぱりね、あの、ストライクを取れるボールが一つ、まあもしくは二つあったら一番いいんですけど、それがないっていう状況が今、藤波選手の一番つらいところなのかなと思っております。まあ、えー、どうなのかな、4回、まあ5回、まあおおよそ5回1失点と次回あるのかなというふうに、まあた、ただね、甲子園のマウンドに立ってくれた、一軍マウンドに立ってくれたっていうのは個人的に嬉しいんで、次回もね、期待したいと思います。 えー、森谷選手3分の2を投げて11球2三振無失点と、いや、素晴らしかった。いや、ほんまにね、あの場面で正直一気にいかれると思ってました。うん。だけど、ここをね、森谷選手が2三振と、いや、ほんまに素晴らしい。素晴らしい。もうそれしか言えへん。えー、もうこの調子でね、どん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 上げていってもらいたいなと思っております。はい。えー、そして島本投手、えー、1回投げて23球2三振1ファーボール無失点と。うん。あんたンテ定や。 守谷、うん、選手とね島本選手、今シーズンからねちゃんと組み込まれた、えー、中継ぎ陣だったんですけど、うん、まああんまりねネームバリュー的に言えばあの、最近の阪神ファンからしてみれば、そこまでかなと、まあ、島本選手は割と知ってる人多いかなって感じなんですけど、ただね、2軍ではね割とね腕を鳴らしてた選手が上がってきて、まあ、矢野監督が見てて、で使ってみると、本当にね今シーズンハマってるんでね、このまま調子を上げてってもらいたいなと思っております。 はい。えー、ジョンソン選手、1回投げて13球。えー、違う。1回投げて25球。2安打、2三振、無失点ですね。ジョンソン選手、最近打たれますね。うん。まあ、打たれるけど、今日無失点だったっていいでしょうということで。うん。それぐらいかな。そういうふうにしておきます。はい。えー、岩崎選手、1回投げて13球。2三振、無失点と。うん。あん、ほんますごいね。うん。まあ、その、打順の関係なんでしょうが、 今、こと今だけの数字で見れば、岩崎選手の方が圧倒的に数字がいいっていうか、まあ、その、投球内容が素晴らしいんでね、本当にこのまま8回の男になるんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。最後、藤川投手ですね、1回投げて18球、2安打1三振、1失点ですね。うん、まあ、梅野選手のタイムリーがあってよかったーって感じですね。 うん、それなかったら、まあ、同点でこの後どうするかって感じですね。まあ、実際、阪神の投手が浜地投手と高野投手と、浜地投手は昨日、まあ、2インニング投げてたりとかするんで、高野投手しかいない状況で、一番怖い状況だったんですけど、まあ、最後ギリギリ抑えてくれたなって感じですね。えー、まあ、セーブがいっぱいついてね、あと20セーブぐらいかな、迷宮会250セーブ、えー、そこを目指してもらいたいなと思っております。 まあただ目標にはしてなかったんでね、まあ、結果的に1失点食らいましたけど、まあ、防御率もね、あの今までの延べの防御率で見てもすごいですし、今シーズンの防御率で見てもすごいと思うんで、やっぱり数字がね、ものを表してるかなと思っております。はい。まあ、なんとか勝ち越せたね、うん、あのー、ウルトラの夏という点においては、 負け越しなんですけど、まあ、負け越しというか、同率なんですけど、3敗なんですけど、で、1引き分けなんで、いや、負け越しだわな、引き分けあるから、うん、ただね、えー、本当にね、あの盛り上げてくれたんじゃないかなと思っております、空手選手がホームラン打ってくれたりとか、うんまあ、藤波選手の登板があったりだとか。 いろいろあってね、えー、面白いウルトラの夏だったんじゃないかなというふうに個人的には思っております。まあ現地に行ってたらどうだったのかなっていうふうには思いますけどね。うん、ただ、えー、本当に楽しめたと思うんで、これからもね、阪神応援し続けたいと思っております。連勝するぞはい。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。